皆様ほとんど初めまして、聖マリアンナ医科大学の、宮入と申します。1983年卒ですが、この度、こちらの U40 の講師に、お招きいただきまして、誠にありがとうございます。あ、聞こえてますか？あ、聞こえはい、てお聞りまこえてす。ます。大変光栄に思っております。もう皆様、非常に熱心な主義を学びたいという意欲が強くてですね、非常に感服しております。またこれ、会を催されている U40 の、幹部の先生方、高橋先生はじめ、皆様のご苦労、大変だと思います。ちょっとYouTube とか、少し2、3拝見させていただいたんですけど、大変面白いというか、盛り上がっているようなので、何か一つ、少しでも皆様のためになるようなことができればいいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは、じゃあ、参加者の先生方、順番に自己紹介お願いしたいと思います。じゃあ、法理先生からお願いできますでしょうか。あ、わかりました。よろしくお願いします。京都府立医科大学心臓血管外科の法理と申します。今年卒業7年目になります。会心臓の経験とかほとんどないんですが、日々の練習の成果を少し見ていただいて、アドバイスをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしまじゃあ、す。続いて熊谷先生、お願いします。鳥取大学の心臓血管外科の熊谷です。卒後7年目になります。今回の参加2回目になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます。じゃあ最後、大久保先生、お願いします。東京医科大学医学部6年の大久保翔平と申します。将来は心臓血管外科になることを決めております。今回で8回目の参加になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。大久保先生と熊谷先生は、このオンライン BLS 自体、今年から始まったものが、2回目、8回目の参加ということですね。そうとないうりこまとです。すよね。はい。よろしくお願いします。大久保先生の、あれは僕、YouTube で一回拝見させていただきました。参加いただいているところ。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いじしゃあ、ま一応、お願いいたします。高橋先生も簡単に、もう一度、じゃあ、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。Under40 で、このオンライン BLC ハンズオンの、ワーキンググループでリーダーを務めさせていただいてます。日本医科大学の高橋と申します。今回で13回目になります。全24回なので、第1クールとしてですね、今年度、今年の9月から12月までのこの第1クールが全24回で、今回13回目で折り返しです。で、だんだんね、その皆さん、いろんな YouTube でアップして、いろいろ反響をいただいて、視聴回数も大体100回から200回ぐらいの視聴回数が前回であって、全部で1000回以上の視聴をいただいてるんですが、やはりそういろんなところから反響をいただいたり、大久保先生がだんだん有名人になっていきたりとか、いろいろそうやって、この回がいろんなところで役立っているのを見て、楽しくありがたく拝見しています。また講師の先生方もいろんな tips があって、僕らも本当に勉強になるので、今日は宮入先生の吻合であったり、いろんなコツであったりをみんなで吸収できて、でこれを今度この後 YouTube で拡散もさせていただければと思いますので、いろんな人に知っていただくというのができればいいかなと思います。皆さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速始めさせていただきたいかと思いますが、宮地先生、評価表の方はご準備はよろしいでしょうか。はい、ございありまがとうございす。ます。はい、ありがとうございます。そしたらこれからやる動画と、またリアルタイムの主義と合わせて、またご評価いただければと思います。よろしくお願いします。それでは、じゃあ早速ですね、事前に送っていただいた動画を、皆さんで、見ていただきながら、勉強させていただこうかと思います。速速ですね。はい、速速です。おお。ごめんなさい、これ僕変なことしてましたね。ここに。
ヤク先生の不毛ですね。あ、そうなんです。はい、あの教授のが速速なので、もううちの施設はみんな速速で、うん、なるほど、ますね。なので初めはネイティブが外打ちなのがちょっとまあ特徴と言いますか。確かにそうですね。今早速グラフトを内外でかけたので、はい、このあとドヒールのところを外打ちでかけるってことですね。そうですね、なるほど。先生は京都府立の医局とかではこういうドライラボの練習キットみたいなのは皆さんよくやられてるんですか、先生ぐらいの学年だと。いや、まあ個人個人ですよね。やっぱやる人はやっててっていう感じで、まあ一応そのあれ、あの B とかで、その一つをまあみんなで共有しているような形になってますね。なるほど。でみんなビートで先生のこの、まあ、ヤク先生流の速速の吻合をみんなで練習していると。そうですね、もうみんな速速ですね。まあ、関連も全員みんなも速速に統一されちゃってますね。確かに一進目のかけ方が難しそうですね、これね。そうですね、こう妖怪のこうグラフトを持ってもらう方がいないので、ちょっとまあ、少し難しいんですよね。うん、羊羹だと速速縫いにくいとかそういう感覚ってありますか？いや、まあそうです、パラシュートまでは縫いにくいかなっていう気はしますね。あ、うん、でも下ろしてしまえば、まあ、まあほとんどそうですね、この三振の部分が固定されて、まあ、切開部も多少グラフトも開かせられるから、はい、そんなにやりづらくはないっていう感じですかね。はい、で今進んだ方と逆の方 で、 そうです、このヒールに近いところをまたやるんですね。うん、これね、あの先ほど一番初めはグラフトのヒールなんですけど、その次のネイティブのヒールの一本隣を縫ってるんです。ね、そうでしたね。僕もなんかドヒールを行くんですねと言いながら、先生はヒールの一個次を行ったので、そうです、はい、ここで合わせるんですね、ドヒールの部分ですね。はい、なるほど。でグラフトが落ちてからこのネイティブの、まあドヒールの部分をかけるということなんですね。はい、ぜひ教えてほしいんですが、そのヤク先生がこのサイドトゥーサイドの吻合の時に、はい、やっぱこの辺はこの吻合の強みだなとか、この辺がいいんだよっておっしゃってる部分っていうのは何かありますか？いや、あの教授とかはやはりこの出来上がりがのことはやっぱり出されていると思うんですけど、はい、うん、なるほど、出来上がりですね。はい、形ですよね。まあ、ただこの、いや僕自身思ってるのはここのヒールのところですよね。パラシュートしてからの一進とかやっぱ難しいかなと、うん、ですけどね。このね、あと僕の練習不足なんかなと思いながらやってはいるんですけど。なんていうか、どんな吻合でもここが一心肝だみたいな、ちょっとここが難しいコツがいるっていうと局面があると思うんですけど、うん、この吻合でいうとおそらくその部分が一番こうなんていうか、例えば左手の使い方であったり針の侵入支出のコントロールが必要なポイントっていうのはそこなのかもしれませんね。はい。先生結構練習されてるんですか普段？こうなんか難なくいってるような感じがしますが。
いや、一応この日にのために一応少しは練習嬉しいですね、そうやって言っていただけると。確かに、でもこうやってね、宮里先生含めみんなに見られるって思うと下手な文豪見せられない、はい、やっぱ先生これ京都府立医大だから薬先生の吻合するんだと思って見ますから、ひいては薬先生のためにも頑張らなきゃいけないと思いますね。そうですね、 YouTube に載っちゃいますから。そうですね、で薬先生にチェックされるかもしれないですし。これ即速だと、はい、まあ、特にこの羊羹だとそのあんまり開かないですよね、ネイティブが、ネイティブの方コロナ以外だから、はい、実際の臨床でもその固めの血管だとこうあんまりこうちょっと開きが悪いっていうか、はい、柔らかい血管ならいいんですけど、はい、こうそういう場合にはこうちょっと切除したりとかするんでしょうか、速速は。まあ、特にはそこまで気にしてはないですね、あんまり。確かに石灰がすごい強いときは吻合をこう大きくされてはいますけど、まあ、オンラインパッチのような形にはされてはいますけど、そこまではしてはないですね、あんまり気にせず標準をされてますね。やっぱりヒールの狭窄が起きにくいですかね、これはやっぱりそのメリットとしては。そう、そうですね、はい、それは、これがメリットにはなっていくかなと思います。そうは言っても、やっぱり注意してやってるんでしょうね、うん、やってるんですよね。はい。これ単側吻合でやってると、やっぱりこう、グラフトが、こう斜めにこう、なんかね、はい、先端がこう、ふんわりする人と、縫い方がうまくないと、こう、新幹線みたいな、こう、先っちょはこう、かなりへこんでしまって、まあ、吻合形態が良くないっていうことがやっぱりあるので、そういう点に関して側側の方が、まあ、吻合形態というか、吻合部は絶対ふっくらしますからね、いいと思うんですけど、これ、縫い終わった後は先端はクリップでこう閉じるわけですよね、きっと。そうですね、はい、クリップで閉じてます。ちっちゃい方のクリップ。そうすると吻合部っていうのはすごいこうたっぷりした感じなのかと思いきや、結構造影するとね、速速感を感じさせないスムーズなこう斜めな着地になるっていうふうに話を聞くんですが、やっぱり先生のところも術後造影なんか見るとそういう感じですか。まあそうですね、形がすごいその何ですか、膨らんでるのではならないですね。なるほど。とりあえず。それは何ですかね、血流がそこでちゃんと、まあ、なんでここのコロナリーにダイレクトに流れると、その部分っていうのはおのずとこうグラフトが形状がね、そのこうリモデリングしてくるというか、はい、先端のモーターの部分っていうのは造影されないんですよね、きっと。そうですね、はい、モーターまでは造影されないですね、ほとんども。そうですよね。このやり方だとあれですね、やっぱり内膜をあまり触らなくて済むんですかね。なるほど、はい、内膜は触らないようには注意してやってはいます。まあ短足でももちろん内膜触らないようにするんですけど、まあうっかり触っちゃったりとか、そのちょっと荒れちゃったりっていうことがあり得るんですけど、基本外膜を持って持ち上げながらやるっていう形で、はい、内膜を非常にこう保護しながらできるんですかね。いや、はい、そうですね、それは注意してますので、多分それは、はい、聞いてるんやと思います。まあうまくやらないとやっぱりもちろんベロベロになっちゃうと思うんですけど、はい、ちょっとグラフト側の内膜を取り損ねる時もあるのはあるので、それがちょっとまあ大事になるんですけど、僕の。先ほどから見てて、そこがちょっと難しそうですよね、これね。そう、はい、僕も同じ印象を持ちました、やっぱ内腔が見づらいっていうのがやっぱりこの一つの難しいポイントなんじゃないかなっていう
はい、そうですよね。ですよね。で、内腔が見えない中でグラフトを直角にしっかり侵入すると、やっぱ中で針が例えば体側側のエッジを取っちゃったりとか、そういう危険があるようなことがあるので、はいはい、かなりやっぱ繊細な技術がないと即速で確実な手技が難しいんじゃないかなっていうようなところは感じますね。ただ吻合の形態がすごく綺麗ですよね、とっても。宮里先生、ご覧になっててこの一連の流れ、運針いかがでしょうか。いや、はい、よどみなくて、確かに内膜はこれ吻合してるところ拝見しても内膜はちょっとよく確認できてない。多分吻合してる人は見えてるんだと思うんですけど、はい、まあ、真上からっていうこともありますけど、ちょっと、まあ、内膜がねよくわからないんですが、まあ、針の方向からするとしっかりこう直角に入ってるんで、きちんと取れてるように見えます。皆さんでこう羊羹以外でもやっぱウェットラボとかってやっぱされてるんですか。こう全然違うなと思うんですけど、羊羹と実質の、そこの差っていうのは皆さんどのようにこう詰めてらっしゃるんですかね。こうちょっとお伺いしたかったんですけど今日いかがでしょう、井口先生、いかがですか。僕ですか。いや、あんまり実感してないですね。羊羹でも僕練習するし、違うやつでもやったことありますし、まあ、あと人間でもやりますけど、まあ、確かに全然違うは違うんですけどね。ちょっと僕自身まだこの練習ではちょっとこういうふうに 実際とは違うから気をつけなきゃっていう、ちょっと区別ができてないところありますね。だから本当に堀先生と同じ疑問は持ってます宮井先生は羊羹って今回これまで触られたことありましたか。ええ、以前にうちの医局でも買って医局員も練習してもらったし、やったことありますけど、まあ、はっきり言って、はい、実際より難しいですよね。あ、はっきり言って一言で言うと避けやすいし、だから、いや、非常にいいと思うんですね。こういう難しいやつで練習して、避けやすいやつで練習するっていうのは非常に愛護的な、癖っていうか愛護的にやるようになるんでいいと思うんですけど、逆に言うと外膜とかをある程度持てますよね、その実際の吻合だと、はいはいはい、それが全然持たないのがいいとも思わないんで、またちょっと違うところはありますね。だからそこ意識してやればいいと思うんですけど、非常に難しいんで、これで練習するのは非常に意味があると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、堀先生の吻合も、これ13分弱で、非常に綺麗な形で最後できているかと思いますね。よろしいですかね、皆さん。これは消すか。これどうでしょうか。はい、映ってます。見えております。はい。レクチャーってほどではないんですけど、まあやっつけでちょっと今、バイパスの、思ってることを考えたんです、スライドにしてみたんですけど、まあ皆さん、吻合はもう、100点満点で言ったら80点、90点まで来ててですね、多分、まあ、これから、まあ、悪く言うと伸びしろがないというか、まあそれも言い過ぎなんですけど、まあですね、でまあ、もちろんどんどん練習していただいて、そういう吻合を技術を伸ばしていただくと、それからこういう、まあリモートのですね、ドライラボも非常に意義あると思いますけども、まあ、やっぱり、まあ、ゴルフで言うと、まあ、練習場で練習しているというような感じで、まあ、実際のバイパスはやはりいろんなことがありうると。で、まあ、実際にはやはりこの冠動脈切開っていうのは非常に僕は大事だと思って、まあ、いい切開がきちんと開けばもう実を言うと、
半分以上バイパスは終わってるというか、そういう感覚があります。それで、まして皆様ぐらいに ある程度もう技術ができてきている人はやっぱりまあ実際の臨床では、まあ、それぞれの冠動脈に合った対応っていうのは大事じゃないかなというふうに思って、まあ、それは当たり前なんで、まあ、このまあ技術講習会でいうことでもないんですけど、まあ、切開ですね、いろいろ、まあ、後ろ切らないっていうのは当たり前ですけど、あとはそうですね、まあ、いいところを探す、まあ、悪い血管多いですから、まあ、いいところを探すっていうのはまあ実は非常に大事だと、もちろんまっすぐ切る、後ろを切らない、それからプラークある部分はやっぱり長めに切って音霊状にして、ヒルト等の狭窄を起こさないようにするとかですね、いうような、まあ、切開非常に大事だなというふうに思っております。それからまあ、携帯はまあ、もうご存知のように、まあ、猫の手っていうかコブラヘッドっていうかワン型でまあ、かぶさるようにということで、まあ、やはりそのプロポーションというか、まあ、ネイティブに対して、まあ、1.2 倍ぐらいの長さに、カットバックするというふうにしております。まあ、ややこグラフトが長い方が後で、まあ、コロナリーの方は切り出せるんで、決して短すぎないようにしております。あとは私はまあヒールは三振で下ろすということで、まあ、切れるのが嫌なんでとにかくヒールは三振 なおかつそうですね、縫い代は、まあ、やや多めじゃなくて大きめですけどね、とにかくネイティブもグラフトも切れないように気をつけております。あとはこれちょっとあれですけどね、あとは両サイドは、まあ、エアを大きくして、まあ、全体で12進程度ですね。まあ、等はこの辺です。それから、まあ、回線数、セクエンシャルでは必要に応じて、冠動脈の、ネイティブの内外を使うというですね。で、まあ、羊羹のいいところは、やはり、非常に難しいと。で、グラフトが裂けやすいということで、まあ、実臨床よりも難しいんじゃないかと思うんで、非常に、まあ、逆に言うと丁寧に扱う練習になっていいなというふうに思います。逆に、まあ、欠点じゃないんですけど、グラフトが持てない。で今、グラフトが新しいグラフトになって、だいぶ改良されたということなんで、まあ、外膜みたいなのを持てるようにもなってきてると思うんですけど、まあ、持たない良い練習にはなるんですけど、実際には、持った方がやりやすいこともあるんで、まあ、その辺がちょっと違うということを認識しながらやった方がいいんじゃないかなと。それから、まあ、内反しやすい。ですよね、やっぱりグラフトが割とこうある程度形が決まってるんで内反しちゃうんですけど、実際には同じピッチで吻合しても内反しないんじゃないかなと思うんですが、まあ、逆に言うとこれで内反しないように縫えればいいということで、まあ、欠点は全て利点になるんで、まあ、そういう難しいところを逆に利用して技術を高めると。でコブラヘッドにもやっぱ角を落とさないとなりにくそうな感じですね。皆さんもそれは気がついてて、工夫してるみたいですけど、まあ、それも逆に、まあ、そういうのを意識しながらやればですね、技術の向上になるんではないかということで、まあ、実際の吻合は僕は左側から一芯入れて、であと内外でグラフト出して、ネイティブ出して、外内でっていう感じで、まあ、よくあるタイプでやっております。グラフトとネイティブで言うと、まあ、こういう感じで、一周一本で回るという形で、まあ、特に何の変哲もない方法です。まあ、形としては、なんていうんですか、もう、非常にちょっとこれ、幼稚な絵で申し訳ないんですけど、まあ、特にこう頭側は少し余るぐらいの感じで、まあ、コブラヘッド、まあ、皆さんおっしゃることなんですけども、まあ、ちょっと余っててこうグラフトが張った時にですね、ふわーんといい形になる、かまぼこ状になるのが、僕は好きな形であります。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。欠点を利点に変えるんですね、練習場で。
その言葉が一番僕が今印象に残りました。ありがとうございます。あ、今ので言っていいですか？どうぞどうぞ、大久保先生。今の先生のパワポの、お写真 の、 絵の中で、ネイティブとグラフとそれぞれ展開してどこに進出するよっていう写真があったと思うんですけれども、あ、ちょっとそれをもう一回できれば見せていただきたいなと思いまして、すいません、ありがとうございます。すいません、7番です。7番、はい、はい、でそこでそのヒール、あ、じゃなくて塔の、前の、まあ、一番土塔、的塔の前二進とあと二進の位置っていうのを結構自分悩んでるんですけど、宮入先生はこのようにまあ、角を落としたら今のこの塔の部分が落ちてると思うんですけれども、このように一番塔 の、 先っちょに並べるっていうか、前後二進なんていうか、そうですね、私はあ、いいですか、基本角を落とさないです。で、はい、このグラフトの切り方によってこうなんていうんですか、こうちょっと鋭角になっちゃうことがありますよね。あ、はい、まっすぐ来てはならないんですけど、まあ、ちょっと鋭角っぽいなっていうときは少し落とすんですけど、基本はちょっと多分だから少し加減して90度は超えないようには切ってるんですけど、はい、基本的にはここの角を落とさなくて、でここぐっと全部回る、だからそのこの、うん、この辺は5進ぐらいでいく感じのイメージで はい、やって、まあ、だから、何を狙ってるかっていうと、やっぱりこう、塔側がぐーっと大きく膨らんで、くれるということで、はい、まあ、そのやり方の欠点は、まあ、ここがだから、漏れやすくなるんで、まあ、下ろすときに、決してこうグラフトが内側にめくれ込まないように、はい、ちゃんとエバートして内反しないようにっていう、特にこの辺ですね、はい、そうすればあんまりその出血で困ったっていうこともないんで、はい、で落として内側回ると下手するとこうなんていうんですか、あまりこうコブラヘッドに思ったほどコブラヘッドにならなかったなっていう時あるんで、基本はこうぐーっと大回りするようなイメージでやっております。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、高橋です。僕もちょっと1点質問させていただいていいですか？はい。先生、切開が非常に重要で、ここができればもう半分一点のもんだっておっしゃってまして、で切開ってやはりあれですよね、切り方だけじゃなくてその狙った自分が冠動脈造影を見てここにつなぐっていう、例えばディフューズな病変で吻合可能な場所がかなり限られているときに、その実際に手術中に心外膜から見てここだっていうポイントをちゃんと開けるっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなって僕はすごくこう思って見させていただいたんですが、先生がその冠動脈造影の中でここにつなごうと思ったところを実際この手術中にピンポイントでそこを狙って開けるっていうときに、何か先生ここをこうするのがいいよとかコツみたいなものって先生ありますでしょうか？まあ、コツっていうか、その、はい、まあ、いかにもここがいいよっていうところが正常が悪いことがありますよね。あ、だからその時はやはりキーフォーは少なくともネイティブの正常がいいところまで少し、だから結構コロナの切開は大きめ、いつもだいたいどっちかというと大きめだと思うんですけど、うん、まあ、もちろんプラークなんかあって少し気になるところは、はい、そこを御礼になるように皆さん知ってると思うんですけど、はい、まあ、悪いところは、はい、そうですね、まあ、そこを切り渡ってしまうところですね、はいはい、大体何センチぐらいが多いですか先生、その御礼長くなるときっていうのは。いや、そんな大したことないです。まあ2センチもいかないぐらい。2センチぐらい。ああ、なるほど。まあ、2センチぐらい切ると、まあ、いいところまで行って、まあ、これで吻合しようという感じになるということが多いということですかね。そうですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。
郡先生ご準備いいでしょうか。はい、ごめんなさい、携帯の方があれですね、もうちょっとアップした方がいい。携帯、そうですね、アップしていただいた方がいいですね。今、あのスポットライト当てましたので、はい、拡大お願いします。ホール先生、もうこれ4倍の拡大鏡されてるんですか？いや、これ 3.5 倍です。3.5 倍ですか。はい。ごめんなさい、これって、ごめんなさい、何度も。普通に、今。一回左にスワイプするんでしたっけ、これ。はい、そうです。左にスワイプして。一回左にスワイプしていただいて、戻すと。あ、できましたね。こんなもんですかね。はい、よく見えております。じゃあご準備いいですか。大丈夫です。はい、じゃあお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。グラフとかが見えてないんですが、まあ、先ほどと同じような形ですよね。あ、そうです。直した方がいいですか？あ、いや、大丈夫ですよ。続けてください。すみません。このパラシュートまでの三振は、はい、あの僕は自分がいつもグラフトを外打ちで、コロナで打つ外なので、先生と逆なんですけど、はいはい、こっちの方がやりやすいなって僕は思ってるんですが、やっぱこれはグラフトこそ打ち外で確実性を持たせた方がいいっていうのはコンセプトなんですかね。そういうことだと思います。はい、ちょっとなるほど。その教師のやってるやり方を全部真似してる。そうですよね。やっぱりいろんな吻合方法だと一つ一つそこに至ったなんていうか、その先生方のこうプロセスがあると思うんですよね。こうした方がいいっていう、そこをいろいろ聞いてみたいなっていうところですよね。今度聞いておきます。宮里先生は内鏡を即速で使われることっていうのはございますか？やったことはあるんですけど、まあ、あんまり、合わないなと思ってやめちゃいました。なるほど。シークエンシャルで吻合するとき、例えばサフィナスペインなんかでその速速をやるときっていうのは、先生はダイヤモンド吻合対応されますか、それともパラレルですか？まあ、ケースバイケースですよね。あ、ええ、
その中間みたいな時もありますし。ああ、なるほど。ああ、ちょっと45度みたいな感じっていうことですかね。4MV4PD みたいな時はやっぱりダイヤモンドに なりますよね。あとは、4AV も、そういう場合 4AV もなんか、速速になったりしますね。ああ、なるほど。で、速速のまま、その、ダイヤモンドみたいなまま、ダイヤモンドもダイヤモンドで、なるほど。あ、ダイヤモンドじゃないか、単速だけど、T 字っていうか、あれですね。あ、T 字で、なるほど。ダイヤゴなんかは結構パラレルに近い形で設計者の方ですね。そうなりますよね。そうなんないとこうすごい角度になっちゃうんですよね。はい。大森先生は、リタ LED で例えばダイヤゴによっていくとかそういうことはありますか？内鏡で。まああるんですけど、うちに基本ライタ LED なんですよね。あ、ライタ LED か。はい。なるほど。じゃあライタと LED はもうアイソレートで1箇所ずつだけで。がメインにはなってます。はい。でもライタ LED で、例えば途中ダイヤゴ寄るってこともあるんですか？あ、じゃあまあ細ければ、はい、寄ることはありますね。このまま。ああ、なるほど。寄るんですけど。で、リタはじゃあ回線周期に使うんですね。そうです。リタは回線紙で、まあ GA かサミナをライトに。なるほど。ここら辺ですよね。そのグラフトを刺したら、その針先をこう内側にカーブさせて、はい、でワンアクションでいくっていう、ここら辺がやっぱ速速のポイントですよね。でここからツーアクションか。なるほどな。もうニアサイドがそろそろ終わりに差し掛かってますけど、宮里先生ご覧になってて、この手技の運針いかがですか？いや、さっきのビデオの時も思ったんですけど、はい、非常にこう細かくて、うん、丁寧な運針だなというふうに思ってるんですが、うん、セクエンシャルなんかだと人によっては4針ぐらいでやったりして、非常に、はい、張り数が少ない人いますよね。結局速速だとこうちょっと出にくいっていうか、うん、セクエンシャルって、ピタッと合うと出にくい、はい、サイズが合ってれば出にくいっていうところありますよね。速速吻合はどうなんですかね。でこれ拝見してるとこう非常にこう細かく丁寧に縫われてるんで、うん、そんなにこうなんかはしょってないなっていう感じがするんですが、はい、まあ、一応側面はまあラフでいいとは言われてはいますけど、よく、ええ、はい、まあただちょっとまあそうですね、確かに少し細かいのかもしれないです。僕もいやいいと思うんですけど、大森先生はどうですか？見られてる感じありますか？緊張するなっていう感覚は。ちょっと普段よりやっぱ緊張しますね、こう。そうですよね。はい。これ前、伊豆口先生もこのトライアルで参加していただいた時も、先生、なんかね、すごく上手にすすと縫われてるようでいて、先生もコメントでは、はい、いや、緊張するなって言ってましたよね。そうですね。だから僕喋ろう喋ろうって思ってたんですけど、ちょっと今堀先生の吻合に見入っちゃいました。今見入っちゃいますねこれね。やっぱ僕らとちょっと、自分でやってるのと違う方法だとやっぱ見ちゃいますよね、はい、うん。でも本当安定した手さばきで素晴らしいですよね、うん。これ先端かなり短めにカットしてるような感じがするんですが、これはあれですか、うん、普段はもうちょっと長いんですか、それともいつもこんなくらい。あ、この先端ですか。そうです、そうです。あ、もうこれケチってるだけです、ごめんなさい、普段の癖。そうですよね。いや、そうだと思います。僕やっぱ 単速と速速だとこのグラフトの消費量が違いますもんね。
そうそうですよね、はい。多く練習しようと思うと、どうしても先端ケチりがないといけないので、はい、すみません、いつもの癖で。いやいや、全然そうかなと思いました。ここでバックに持ち替えて。いつもこう、一応、純真でいこうと思ってるんですけど、ちょっと今日、この機材のあれで。そうですよね、なるほど。これ最初そうですね、宮城先生のコメントにもいろんな先生方も言いますけど、体勢を変えたりして順手でこうクロスに持っていくっていうパターンと、はい、ただちょっとこのキットの特性上奥に手が入らないので、まあ、肘を畳んでバックサイドで逆進でいくと、はい、さっきの大久保先生が逆進で当てられてたので、この辺をこれでちょっと僕も逆進の方がやりやすいかなと思います。この辺はそうですね、分かれるところですよね。おそらく、まあ、実際縫う血管ターゲットによっても多分手は全く違ってくると思うんですけど、これ実際の本番の時はちゃんとチューブとか入れられるんですか、入れられないんですか。一切うちオフキャブの時はですね、はい、LED だけに入れてます。ははは。LED だけは流しておいた方がいいというこのコンセプトで、1.5 ミリのシャントチューブを入れてはいます。なるほど。一応でも他の、枝は入れてないですね、CX とか。またシャントチューブが入っているとちょっと変わりますよね。思いますというか、はい、色ね。宮城先生は普段シャントチューブとご使用なさってますか？入れたり入れなかったりなんですけど、まあ、CX とかは、はい、入れないことが多いですね。やっぱり入れると内腔が見えにくいんで。なるほど。逆に細い血管で内腔を確保するのに、はい、入ってた方がやりやすい時もありますよね。ケースバイケースかなっていう感じです。こう牽引するのにちょっと使って視野の展開にしたいとか、そういうこともされますか？あ、そうですね。コーナーのところちょっと牽引すると、はい、スペースを確保できるってありますね。なるほど。1ミリぐらいの本当に自信がない血管の時は、入れた方が、そうですね、まあ、シャントかパーソネットか、うん、必ずしも流れてる必要もないんで、うん、はい、内腔だけ確保したいっていう感じですね。なるほど。うん、それはそのヒールの部分とかで、まあ、狭窄を作らないように内腔を確保しておくってことですね。狭窄っていうか、あれですね、もう、ま、もろ裏を取らない。裏を取っちゃって、もう詰まらせないようにってことですね。ここでさらにここにもう一心入れるところに、僕はホーリー先生のなんていうか、こう、うん、なんですかね、妥協を許さない性格を見たという感じがしますね。はい。手汗がすごいですね。そうですか。でも非常になんか安定した、その、うん、焦りを感じさせない主義でしたね。終わりです。はい。はい。ありがとうございました。約13分の吻合でしたね。先ほどと同じぐらいでしょうか。はい。緊張の中でも時間はほとんど変わりませんでした。素晴らしいです。ありがとうございます。いかがでしょうか。宮城先生、何かコメントございますでしょうか。
や、非常に細かくて絶対漏れないぞっていう、うん、文豪でいいですね、うん、はい、ぜひ内訓を見せていただいていいですか。切っていただいいですかね。はい、切っちゃって、はい、わかりました。速速の内訓ってちょっとですね、やっぱ見たいですよね。うん、いつも通りこう、あ、いいと思います、それで、はい、はい、もう長軸にバサッと渡ってしまって、うん、終わりです、うん、そっち側はなんかロックしてるんですか、そのファーサイド側の、そこそういうわけじゃないですか、緩んでて、ああ、なるほど、はい、ロックとかはしてないと思います、はい、うんうんうん、わかりました、うん、綺麗ですね、綺麗ですね、うん、なるほど、はい、ました。素晴らしい。ありがとうございます。綺麗な内面見せていただいて。はい。ありがとうございます。そしたら、で、そうですね。続いて、法理先生の評価をお願いいたします。はい、法理先生も。おお。すごい高得点ですね。いただきました。申し分ないという感じですね。うん。そうですね。5が並んでますね。13分でしたよね、確か。はい。まあ、はい、あれが、吻合時間が3なんですけど、あとはほとんど減点なしだったと思うんですけど。まあ、先ほども言いましたけど、非常にこう、細かくて、法理先生の性格が出てるというか、うん、教授の吻合を見てそういうふうに、覚えてるというか、非常によろしいんじゃないかと思いました。まあ、ただ実際の吻合だと、細かいイコール細かいイコールベタではない場合もありますよね、うん、組織が裂けたりとか、ですね、例えば全然話しちゃうんですけど、トータルアーチの頸動脈とか、分子の吻合って、うん、あんまり細かくしない方がいい、要するにミシン穴になっちゃうと一番まずいんですよね、ボーンと裂けるんで。だから、うん、相手の組織違いですけど、まあ、細かいイコールベタではない時もあるというとは思いますけど、それもまあ、ケースバイケースで実地の組織を見ながらということなんですけど、実際のこの、ドライラボとしてはもう非常に綺麗で、勉強になりました、私も。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。堀先生、何かコメントいただけますか。はい。あともこれをどう実践につなげていくかが、まあ、一番大事になってくると思うので、まあ、そこの辺をちょっと、まあ、そうですね、最近もコロナもあって、ちょっとウェットラボも開けてないので、うん、少し、まあ、課題にはなるかなと思ってます。はい。まだコロナでやってないんですよね。まあ、やってないです。はい。やってないんです。はい。そうですね。ウェットラボがね、またオンサイトで開けるようになるといいですし、まあ、はい、実際こういった、まあ、コロナの影響でこういったオンラインでのレクチャーっていうのも形を変えてこうやってやってますが、もうぜひぜひこういったものでもどんどん活用していただいて、まあ、訓練をね続けていただけると僕らとしても嬉しいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あとはそうですね、まあ、今回初めて参加させていただいて、まあ、皆さんの熱意と U40 の皆さんの、熱意と本当に感じてですね、素晴らしいなと思いました。あとはまあリモートでこういうドライラボっていうのは先ほども言ったんですけど、非常によく見えてですね、
まあ、これはあの非常に素晴らしいですね。で時節柄もうコロナがこんな状態になっててですね、あのみんなが寄れないというんで、やむなくやられてると思うんですけど、このドライラボっていうリモートのドライラボっていうのは非常にこういいんじゃないですかねってすごく思いました。まあ、皆さん の, あの努力の おかげじゃないかと思うんですけど、ますますあのご発展をお祈りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。